はい、皆さんこんにちは、ワナリングリフィッシュです。プロ野球スピリッツ、2015年に、選手兼任コーチ高橋由伸巨人軍でのプレー、続きをやっていきたいと思います。今日はヤクルトとの3連戦ですね。早速始めていきたいと思います。ヤクルトの先発は小川ですね。ストレート、カットにフォーク、あとはドロップカーブにサークルチェンジということですね。お、亀井だ。亀井今年絶好調ですよね。1試合2本塁打とかにしようかな。今日の捕手は相川ですね。昨日ね、昨日といってもちょっとリアルなプロ野球の方ですね。開幕3連戦 DeNA との開幕3連戦の最終戦第3戦、相川がスタメンのマスクかぶっていたようですけども、なかなかいい感じの絶妙なリードをしたというようなことをね、テレビの解説では言っていましたけど、このプロ野球スピリッツ上ではどうでしょうか。阿部がね、なんかスタメンじゃないんですよね、この選手権に、コーチセリーグ公式戦でのプレー上では。東京ヤクルトスワローズの1回戦です。さあ、まずは1回の表、最初のバッターですね。まずはジャイアンツのエース菅野が東京ドームのマウンドに上がります。エースの立ち上がり注目です。立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。さあ、ライトでの守備機会。打った、センター前か。ヒットになった、ね、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ、0点で抑えて、由伸の第一打席目は2回の裏です。ノーアウトランナーなし、2回の表の先頭打者。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあ、ジャイアンツこの回は4番から始まります。バッターは高橋。昨日のゲームでは見事なホームランを放ちました。ジャイアンツ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。まず1球目は先制して主導権を握りたいですよね。もうちょっと手が出ませんでした。うわ、ノーボールツーストライク。ちょっとストレートと同じ軌道で入ってきたんでね、タイミングが合いませんでしたね。2球で追い込まれて、2ストライクです。カットボールが外角に外れて1ボール2ストライク。これ外れるかな。ストレート入れて2ボール2ストライクの平行カウント。うわ、打ちました。引っ掛けたな。セカンドが取る。おそらくドロップカーブだと思うんですけど、引っ掛けてしまいましたね。セカンドゴロです。さあ、試合の方は0対0のまま4回の裏、ツーアウトランナー二塁で、2回目の打席です、ね、高橋が入っています。続けて期待できるバッターに回ってますね。さあ、ツーアウトながら先制のチャンスです。まあ、この辺りで均衡破り一撃が欲しいですよね。なるほど。うわ、そうですね、どうだ、抜けるか。よし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 、抜けた。帰ってこい。セカンドランナー帰れば先制。帰ってこないか。センター前ヒット。いいボールが返ってきましたけどね。センター前、これでサードまでランナーが進みましたね。まあ、そうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。いやー、でもこれはアウトになってたな、もし。
本塁に速攻かけた。そして打席にはアンダーソンが入ります。まあ、チームとしてはいいところで完全に回しましたね。さあチャンスが続きます。まあ、しっかりつないでますんで、ここはしっかり得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。改めてお聞きします、バッターボックスのアンダーソン、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとは早打ちはせず見ていくタイプで、フルスイングが身上の強打のバッターですね。そうですか。外れました。150キロ。カウントは2ボール1ストライク、ヒッティングカウントになってきましたね。4球目は何で来るか。インサイド打った。よし、いいスタート来たと思うよ。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。いやー、バッターランナー二塁まで進みました。ジャイアンツ先に点を取りました。先制点ですね。アンダーソンのエースに先制点をプレゼントします。一塁線を破るツーベースヒット。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。鋭い当たりでした。さすがというところですよね。タイムリーで先制点を奪いました。ただ、2対2の同点になってますね。それぞれ点を取り合って、再び同点です。打席には5番バッター高橋。3回目の打席は6回の裏、ワンアウトランナーなしです。小川、まずは先頭バッターを打ち取っています。これは今日の先発ピッチャーはジャイアンツがエースの菅野、そしてスワローズが小川、以上両エースの投げ合いとなっています。また2球で追い込まれてしまった。ダーフォークボール、これが4球目。これは外れますね。インコース変化球決まりません。さあワンボールツーストライク、何で来るか。フォークボールになります。外れてツーボールツーストライク、平行カウントまで持ってきました。止められるか。うわ、ツーシームか。ツーアウトになっています。ちょっとタイミング合わなかったですね。お、守備機会が回ってきました。打順は6番ミレッジ。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ランナー一塁、ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ勝負してくるのか。1、2塁間抜けていった、ライト前ヒット、これで3安打猛打賞。ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。さあそしてバッターボックスには大引きが入っています。ここで怖いバッターに回りましたね。どうかな。さあ勝ち越しは防ぎたい場面です。まあ、ここは重要な局面ですからね、キャッチャーのリードにも注目したいですね。なるほど、そうですね。いきなり3ボール1ストライクから始まってるというか、まあ2ボール1ストライクか。変化球打った、セカンドの右掴んだ、一塁アウト、なんとか3アウト。さあ先ほどのシーン、続いて、今度は9回の表の守備機会、ワンアウトランナー1塁、カウントワンボールツーストライクからです。フォアボールのランナーが出ています。空振り三振か。変化球で空振りを取ります。ピッチャー山口に変わってるのかな。打順は2番川端。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナー1塁です。外のボール球打っていった、これは大きな打球。 OK、 取りましたね。ライトフライ掴んで3アウト。さあ守備も2回無難にこなした後の由伸のバッターボックス、9回の裏ノーアウトランナーなしです。ピッチャーまだ小川が投げてるんで頑張ってるなと思うんですが、どうですかね。中途半端にいくよりも思い切って攻めた方がいいかなという気がしますけどね。確かにそうかもしれませんね。2球目は何で来るか。これは外角に来るかなと思ったんですけど、逆球気味に真ん中に入ってきました。サークルチェンジが入って、ワンボールワンストライクです。
次はどうだ、あちょっとポテンヒットになるか、あ追いつくね、バレンティンに追いつかれて、ライトフライです。お守備機会、うわーノーアウトランナー二塁か。さあジャイアンツ足越しのランナーを置いた状況となっています。この場面の1点は大きいですから、勝つためにはしっかりしのぎたいですね。うん、そうですよね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですから、投げるコースを間違えると危険ですよ。ふわふわっと上がった、ここは打ち上げています。これはただショート坂本が抑えて、ワンアウトランナー二塁と変わってます。この間見てでバッターは雄平です。まあただ次のバッターが彼なんでね、バッテリーもうわいい方向、一塁線フェアだ、勝ち越しのランナーが三塁を回った、セカンドランナーホームイン、これはスリーベースヒットか、バッターランナースリーベースヒットですね。スワローズ勝ち越し3対2、守備はね、まあ、無難にというか、まあ、ちょっとこれはどうしようもなかったかなというところですけどね。小宮山さん、この場面で勝ち越されてしまいました。うん、この展開は厳しいですよね。延長戦、ここでリードを奪われてしまいました。まあ、さらにもう1点取られたのか。2点ビハインドの場面、11回の裏ジャイアンツの攻撃です。ヤクルトサイバーネットですね。バーネットがマウンド上に、さあマウンドに上がったのはバーネット、今シーズン9試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連続です。バーネットはストレートをカットに、K カーブ HH 進化、 K カーブって何でしょう、ちょっと頭にないというかわからないボールですね。 K カーブ、ただ、まあ、ストレートを基本に、狙っていければいいかなと。うわ速い、154キロ、154キロがいきなり出ました。これはストレート中心で攻めてくるんでしょうけど、ちょっと速いな、ボールが。バッターの高橋、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、パワーというよりもファル、ナックのボールをスタンドまで運ぶホームランバッターですね。でも外れるかな。そうですか、ナックルカーブ、の変化球は決まりません。なるほど、 K はナックルの K ですね。さあワンボールツーストライクです。んー、ちょっとタイミングまた遅かったな、真ん中のボールだったんですけどね。どうだ、入るか、打った、入るか、また真ん中に入ってくるボールだったんですけどね。ボール球に出かけた、ワンボールツーストライク、がー最後はストレートにタイミング合わなかった。バーネットって投球のテンポがすごくいいですね。ポン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 投げてくるんで、ちょっと考える暇がない感じではありましたけど。小宮山さん、いやーヒット10本で2得点か、ちょっとあんまりよろしくないですね。残念ではありますけど、まあいい試合でした。ヤクルト3連戦の第1戦は落としてしまいましたけどね。第2戦目、アンダーソン、高橋よしさんお疲れ様でーすって言ってきましたよ。ちょっとそろそろ休憩したい、休憩というか休息というかあれしたいんだけどな。いやいや亀井、お前リアルにはすごくいいぞ。DNA ね、筒香がかなりいい感じですからね。このゲーム上では別として、リアルな順位ではかなりいいところに行くんじゃないですかね。ちょっとピッチャー陣がねどうかなっていうのは個人的には思いますけど。さあ疲労がだいぶ溜まってきたので、なんかアイテムショップでアイテムでも買いますか。疲労回復、疲労回復、疲労回復アイテムはこの高級マッサージチェアっていうのを買おうかな。マンションとか買えるんだ。マンション買おう、後々ちょ
ちょっとこの高級マッサージチェア買いましょう。あとはアシスタント、あ、アシスタントを契約できるの、やった。どうしよう、どうせだったら顔が好みの子がいいよな。顔の好みで言ったらファッションコーディネーターがいいよな。あとこのインテリアコーディネーター、サポートライターもいいよな。トレーニンググッズクリエイター、たこ焼き職人、あ、これたこ焼き職人ちょっと依頼しよう。何このキャップ、契約しよう。まずはアシスタントに依頼をしたいんですけど、どうすればいいんだ？アシスタントでたこ焼き職人に仕事の依頼をしましょう。今たこ焼き作りますということで、56回復したが、9万円するたこ焼き？半端ねえな。さあ、ヤクルトとの第2戦です。相手の先発は石川ですね。以前ほどの球威はなくなったとはいえ、やっぱりあの技巧派のピッチャーという位置づけになってるんで、スクリュー、スライダー、この辺りがあの得意球、持ち球の中ではキレが良さそうですね。ちょっと阿部と話しときますか。どうしようかな。通算1800試合し、ごめんなさい、出場とかにしようかな。あ、今ちらっと見えましたけど、今日の先発マスクは阿部ですね。ファーストじゃないんだな阿部が。まあ、原監督の起用方針に選手兼任コーチっていう立場じゃ何とも言えませんからね。これから東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対東京ヤクルト。さあ、まずは1回の表、ヤクルトの攻撃からです。まずはジャイアンツの先発宇都宮が東京ドームのマウンドに上がります。ベテランらしく巧みに立ち上がってほしいところです。西さん、まずはこちらのチームが先制点を取るのか、ヤクルトは1番の川端、そうなんですよね。まあ、どうやって突破口を広げるかというのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。打ちました。これはショートゴロかな。今日は井端が入ってるんだ。これで4試合連続安打。ただ橋は早いな、今ので内野安打にしましたね。誰かがホームランを打っているな。これは巨人が1点先制してますね。誰かがおそらくホームランを打っています。4試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。ツーアウトランナーなしで1回の表の吉野部のバッターボックス。先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね、理想的な形ですね。ただカツオカーブ、この勢いをこのまま続けることができるか。89キロ、まあ、かなりゆっくりしたスローカーブに近いようなそういう、球ですかね、このカツオカーブ。カットボールか。変化球タイミング合いません。そうかそうか、さっきのストレート早かったのに比べるとやっぱりちょっと遅いんで、打ちました。ちょっとタイミングが合わないかもしれない。さあ4球目は何か。これはかなり近めにインハイ、カットボール投げてきましたね。さあ次は何投げてくる。うわ、危ないな。いい
球眼を持ってますね。シューター3ボール2ストライクフルカウントとなりました。3ボール2ストライクフルカウント、まずシュートは危なかった。さあ次何できるか。これは外れましたね。スクリューが外れてフォアボールです。2アウトからもう1点ジャイアンツが取ってますね。さあ3回の裏2点リードの場面、ツーアウトランナーなしです。ここ一発狙っていきたいですね。ツーアウトランナーありません。まずはストレート38キロ、内角低めに決まってます。次のボールは何投げてくるか。ゾーンを広げて狙っているでしょうね。うわスライダーか。さあバッターは何を待っているか。2球で追い込まれましたね。バットに手が出ないまま、ボールに手が出ないままですね。ツーストライクと追い込まれてしまって第3球目。次が3球目、外れる。ストレート3球目よく見ています。インハイに外してきたという感じですか。これも外れますね。スライダーが低め、外角に外れて平行カウントの2ボール2ストライク。どうだ、打ちました。これは真ん中に入ってきたボールでしたけどね、ちょっと打ち損じた。これはスライダー、どうだ、またファウル。引き続き平行カウント、だー、スクリュー見逃し三振、スリーアウトチェンジ。お、ヤクルトがビッグイニング作って6点取ってますね。さあ吉野部の第3打席は6対33点ビハインドの場面、ピッチャーを引き続き石川です。バッターボックスに入ります。うわストレート、ジャイアンツビハインドで迎える6回の攻撃です。まずは1球目ストレートが決まって、ワンストライクです。6点ビッグイニング取られて、まあ、点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。そうですね。ここはホームランっていうよりかはヒットを、まずは先頭打者出る、そういう場面ですけど。3球目は何で来るか。ちょっとタイミング合わないんだよな、最近真ん中に入ってくるボールに。うわっ、これはバットでの三振です。バット出なかったな、今のスクリューですか。今日2三振。ただ6対5、1点差まで追い上げてきて、ツーアウトランナー三塁一塁。ジャイアンツこの回2点を返しています。ピッチャーは竹下に変わってます。ここは逆、同点逆転、まあ、そんな場面ですね。竹下の方は、ストレート、スライダー、カーブにチェンジアップ。竹下、速球中心のピッチャーということですけどね、ちょっと新しいピッチャーとの全然わからないんですが、ファウル。ってくる。俺最近打ち損じるな。バッターの高橋、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。いや組んでませんね。ワンボールワンストライクです。だと思いますね。ああそうですか。まあ、ストライクゾーンのボールを積極的に打っていく。どうだ。これは。うわあ切れたか。ボール際切れました。入っていれば逆転というところでした。これは抜けるね。センター前。破っていく。同点だ。カーブかな、真ん中に入ってくるカーブでした、ね、6対6。いやリサ本当にチャンスに強いですよね、こういうバッティングができるところが素晴らしいですよね。ついに同点に追いつきました。試合終盤まだ分かりません。あ5番に亀井が入ってる、ね、この亀井対左ピッチャーはどうなんでしょう。いや左ピッチャーには極端に弱いですね、亀井は西さんの解説によると、左ピッチャーには極端に弱いと言われてますけど。低め、カウントは2ボール、逆転のチャンス、1で逆転かという場面です。ツーアウトランナー2塁1塁、バッターは亀井。これはどうだ、抜けるんじゃないか。抜けるね。吉野も迎えてこい。ちょっと無理かな。亀井の逆転打が出ました。この場面で見事なタイムリー。逆
ちょっと最近成績が悪い、結果が出ないなんてね、亀井前の試合の最後に言ってましたけど、きっちりとここで、勝ち越しだ。打ちましたね。欲しい展開になります。阿部がホームで逆転という場面。さらに1点追加して2点リードで9回の表。これは2アウトランナーなしで守備機会です。ピッチングをバッターは大引き。まあそうですね、どちらかというと見てくるバッターなのでストライク先行。まあ最後はストレート158キロですかね。マジさん、リアルプロ野球の方ではちょっと出遅れてるみたいですけどね。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。なんとかヒット1本打てたというところですね。それが同点だということで良かったかなと思います。阿部がホームラン打ってますね。吉野目ねじゃないや、阿部目。お、ブランコが猛打賞か。試合結果の方は、セ・リーグの方はジャイアンツ、ドラゴンズ、カープが勝ってますね。パ・リーグの方はオリックス、ライオンズ、ソフトバンクが勝っていてます。さあ、今日はセ・リーグ公式戦ヤクルト3連戦の第3戦目です。ピッチャーは沢村、そしてロッテから移籍してきた成瀬の投げ合い。ちょっと球界情報とか見てみますか。公式記録とかね、投手記録とか見たいな。最多奪三振はメッセンジャー、メッセンジャーいいですからね。なるほどね。いいでしょう。疲れが164とだいぶ溜まってきてるんでね、ちょっと疲れを抜きたいんですけど。さあ今日の先発は成瀬ですね。3安打とかだったら狙いそうですかね。今日の先発マスクも阿部です。小林、愛川、不甲斐なしという感じなんですかね。このプロ野球スピリッツ上ではリアルプロ野球の方では小林、愛川がそれぞれスタメンのマスクも、かぶってますけどね。で、阿部が1塁で4番と。由伸は、6番でレフトとかで先発、まあ、スタメンでしたかね。これから東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦。さあまずは守備機会です。まずはジャイアンツの先発沢村が東京ドームのマウンドに上がります。依然先発の沢村、どう立ち向かっていくのか注目です。防御率 1.32。 さあ今プレーボールがかかりました。最近5試合の顔型は打率3割超えてますね。宮本さんは現役時代立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか。とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。まずは、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。あ、そうか、ここもあれですね。スリーボールワンストライク、まあ、スリーボールから始まってたんですね。引っ張り警戒ということなんでライト方面ボール来る可能性ありますね。高めのボール、これはセンター前か。ワンバウンドヒットになりました。これで5試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。ノーアウトのランナー沢村背負いましたけどどうなんだろう。1点先制されてるかやっぱ。ただジャイアンツの方もチャンスです。バッターボックス2アウトランナー1塁。昨日はバットでチームに貢献しています。チャンスっていうことではない。1塁に置いています。さあ成瀬、サークルチェンジ。まあストレートを投げてくる機会はそんなに多くなさそうなので、
まあ、その少ないストレートをきっちり、これが2球目狙いたいんだけどな。サークルチェンジが2球続けてきました。外れるか。ストレート、インコースボール129キロ。ナルセもストレートね、ちょっと球威落ちてる感じはしますよね。もうちょっと出てましたよね。まあ、もちろん前からすごく高速球タイプのピッチャーではなかったというイメージはありますけど、これはどうだ。大引きが掴んで3アウトです。ショートフライ。さあヤクルトが4点取って、ジャイアンツが1点返して3点ビハインドという場面で、4回の裏ノーアウトランナーなしです。3点ビハインドなので、まずはヒットできっちりと先頭打者出たいと思いますけど、スライダーが外れてますね。低めに外れてワンボールです。サニさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。そうですね。うわー、フォックルって何、こんなボール持ってんだ。無回転な感じかな、ホックルっていうのは。今の感じだと。うわぁ、スライダー、これで打てないなー。ボール球からストライクゾーンに入ってくるね、スライダーでしたけど、118キロのスライダー。ワンボール、ツーストライク、追い込まれて、第4球目。成瀬、何投げてくる。これは打ちました。打球はセンター。うわぁ、追いつくか、ゆうへい。一方抜けのボールが真ん中に入ってきたんですけどね、芯では捉えたんですが、試合の方はさらにヤクルトが1点追加して、配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。でもストレートの割合が多いな。これはやっぱストレート狙っていった方がいいですね。ストレート1本で狙っていこう。高橋が、しかも遅めのストレートっていうのをちょっと頭に入れておきたいと思います。6回の裏倒れています。ジャイアンツビハインドで迎える。どうだ、6回の攻撃です。よし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 、レフト前、まさに狙っていたストレート。7試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。ただ1点止まりか。3点ビハインドでピッチャーがバーネットに変わってますか。バッターボックスには4番高橋。バーネットは成瀬と変わって速いストレートを投げてきますからね。まずはワンアウトを取っています。155キロのストレート、アウトコース見送っています。155キロがいきなり出ました。うわ、打ち上げた。インコース詰まりました。これはセカンドか。打ち上げています。あ、田中が掴んで2アウト。お、回ってきた。4対5と1点まで詰め寄って2アウトランナー2塁。これ1打で出れば同点という場面ですね。ここは結果残したいな。さあチャンスが続きます。まあここは繋いできてますんで、このチャンスに追いついておきたいですね。オンド・ルセクピッチャーですね。ちょっと知らないピッチャーですけど、やっぱりニューか、新加入の選手。ストレート157キロ、カット、カーブ、SFF とツーシームとスライダーも持ってますね。速球中心のピッチャーってことなので、速いストレートを頭に入れて振っていきたいと思います。どうだ、抜ける。よし、帰ってこい帰ってこい帰ってこい帰ってこないか。なんでしょう、ツーシームかな、今のボールは。おそらくこれでサードまで。そうですね、握りを見るとツーシームですね。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。握りはツーシームでした。雄平、いいボール返してくるな。で、バッターは亀井です。チャンスに強いバッターなんで、ね、期待を持っていいんじゃないですかね。このチャンスに期待がかかる亀井がバッターボックスです。1球目はドロップカーブですか。ファンストライク、ツーアウトランナー三塁一塁、長打が出ればサヨナラという場面。おお、ストレート152キロ出てますか。2球で追い込まれてますね。亀井つなぎろ。
これは高めに外れましたね。これも高めに外れてきました。平行カウントになって亀井、さあどういうバッティングを見せてくれるか。まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけません。おお、なるほど。さあバッターは何を待っているか。これでフルカウントになった。さあこれで決まるのか。ああ、これフォアボールですね。ツーアウト満塁です。ボンドルセク最初2球でポンポンと追い込んだんですけどね、最終的にはフォアボールになりました。さあアンダーソンです。ツーアウト満塁、一打出ればサヨナラという場面。この回2点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも逆転サヨナラのチャンスを迎えています。カットボールが低めに外れて、ワンボールですが、これは押し出しもあるか。アンダーソンが早打ちしなければ。さあ2球目は何か。バッター有利なカウントになりました。もうここは逃げずに勝負球で行った方がいいですよね。これはカットボールがいいところに決まりましたね。さあバッティングカウントになった。この第3球目で、どんなボール投げてくるのか。おお、これはどうだ。最後はライナーつかんでアウト。当たりは良かったんですけどね。試合終了です。一打逆転のチャンスでしたが、ライトの正面でしたね。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。はい、というわけで今回はヤクルトとの3連戦をお届けさせていただきましたが、結果は1勝2敗ということで、初めてのドイツカード負け越しということになってしまいましたけども、由伸の方はホームランこそ出なかったんですが、ヒットはねコンスタントに打つことができたかなと思います。はい、というわけでね、次回はベイスターズタイガースとの6連戦ということになっていきます。次回はそこからお届けをさせていただきたいと思います。というわけで、次回もお楽しみに。今回はここまで。